今日は除夕、旧暦の大晦日です。今夜は家族みんな集まって年夜飯というおせち料理を食べます。ですから朝からいろんな料理を買ったり作ったりする必要があります。色とも呼ばれますね。人が食べる前に料理を備えます。まずは午前中に先祖に備えます。そして台所が落ち着いたら台所または勝手口で直衆、いわゆる地主の神に備えます。一番偉い神、玉宇大帝に備える人もいますけどね。いろいろ終えたら料理を温めて夜はどか食いしましょう。もちろんお年玉をあげたりもらったりもしますよ。今回はここまでにしましょう。それじゃ、またねー。